FX-603P はカシオ計算機により1990年により製造されたプログラム電卓で FX-602P の後継機種である。ただし販売されたのは数カ国のみで数量も少ないため現在でも高値で取引されている。FX-603P 表示機能はメインとなる2列16桁のドットマトリックス液晶表示部 プログラム入力やデバッグ時のステップ表示と20のステータス表示を兼ねる4桁のセブンセグメント部からなる。プログラムモードはキーを押した順番を記憶するキーストローク方式であり、実行時にそれを再実行するものである。記憶時、複数のキーを置かが一つのプログラムステップとして記憶される。いくつかの機能は2バイトを必要とする。 fx-603p は6144のプログラムステップ110メモリを記憶可能である。プログラムとサブルーチン用として p0p19 というラベルを利用できる。それぞれのプログラム、サブルーチンでは lbl0lbl9 という最大10個のローカルラベルをジャンプ先や分岐先として利用できる。メモリアクセスとジャンプに メモリ関節アドレッシングが使え、チューリング完全と言える。FX-603P は FX-602P の上位互換であり、コンパクトカセットから FX-602P のプログラムをロード可能である。このプログラムは2から69の指定した整数の階上を計算するもので、5の階上ならば 5P0 と入力すると120を表示する。 アルファベット表示も含めて14バイトのプログラムとなる。FX-603P は、カシオ FX-850P、FX-880P シリーズ用の FA-6 インターフェースを使用できる。このインターフェースは、カンサスシティスタンダードコンパクトカセット、セントロニックスプリンターポート、RS-232C シリアルポートの各インターフェースを有する。 ありがとうございます。